はい、ドリームダウンのサバリン原です。今回はこの汚くなってしまった私のグローブをピカピカにしていきたいと思います。あの以前さ、はい、あの綺麗にするやり方教わってたじゃん、グローブ磨き方、はい、磨き方、俺もそれ見てて、はい、いやこれ俺もやってないなと思って、はい、ちゃんとピカピカに磨いたらこのグローブどこまで綺麗になるんだろうって思ってさ、これわざとなのよ、汚してるの。そうなんですか。そう、あのビフォーアフター見せるためにわざと磨いてないんだけど。なるほど。じゃあ今回これであの教わった磨き方を実践してどこら辺まで変わっていくのかっていうのを見ていこうと思います。はい、ドリームドア。はい、じゃあまずはこのブラシを使って汚れを落としていきます。あ、でもやっぱピッチャー用だからね。まあヤシとかに比べれば、うん、特にこのグローブのこことか、はい、ヤシで飛び込んだりすると汚くなっちゃうけど、はいはい、どんぐらい磨いてなかったんですか。まあ今年は初かな。今年初なんですね。今年初だね。で俺もさ、まあ言うたら使い込んでるグローブなんだけど、はい、レザーオイル使ってたのよ。レザーオイル、まあ固めなんだけどね、グローブがそもそも、はい、固めなんだけど、やっぱりコンディショニング使ってなかったなと思って、ごめんなって思ってね。柔らかくなりたくないよって必死に抵抗してたと思う。じゃあこんなもんかな。はい、じゃあ今から汚れをこれを使って、はい、落としていきます。はい、現役時代はこまめに磨いてました。うん、まあこまめっていうか汚れたらって感じかな。あんま毎日ではなかった。毎日ではなかったね。まあ、さっきも言ったけどさ、ピッチャーってそんな汚れるポジションじゃないから、はい、補給面、どっちかっていうと、はい、背面とかよりは補給面のかさつき、はい、とかはやってた。あ、うん、どう、だいぶもう綺麗じゃない。艶出てきました。うん、うん、あれネイビーいいでしょ。ネイビーいい色ですよね。ね、なんかさ、グローブの色によってさ、はい、なんつったらいいんだろう、薄くなってく色とさ、濃くなってく色あるじゃん。僕、薄くなってくやつ持ってます。オレンジとかさ。そうなんですよ、オレンジ持ってて、うん、なんかそれがちょっと嫌だったんだよね。このネイビーなんか違うくないですか。いや、違うのかな。いや、なんか色合いがいい色だから。本当、俺もネイビーにしてればよかったな。でもさ、ネイビーってさ、高校野球使えないじゃん。あ、そうなんすか。そう、いや、今さら。高校野球ってそもそも何色使えるんですか。とりあえずね、赤とかダメなのよ。赤ダメだからね、どのメーカーもさ、はい、限りなく赤に近いオレンジを発売していくわけ。あー、なるほど。なんちゃらオレンジとか言いながらほぼ赤みたいな。じゃあこれから汚れ落とし終わったので、はい、コンディショナーを塗っていこうと。艶を出していくんですね。艶を出していきます。コンディショナーは自前の男前上等。グローブさ、はい、正直あの寮生活じゃなかったから、はい、磨くとしたら物質か家なわけよ。そうですよね。うん、で、まあ、俺の性格なのかもしれないんだけど、はい、早く帰りたいっていうのは結構あんのよ、家に。練習終わったらもうすぐ、今すぐ、ババッと着替えて出ていくみたいな。はい、だからね、このグローブを磨くってなると、まあ、持ち帰って家でやるか、はい、まあ、あとは部活前、次の日の部活前に やるとか、あ、まあ、そういう感じだったからあんまりね、積極的に磨いてなかったのよ。じゃあ、あんまり、まあ汚れてたらそんなに気にならないみたいな感じですか。いや、気になるよ。気になるんだけど、その日々の手入れ的なやつはあんまり積極的にはやってなかったかもしれない。そうですよね。やり始めたらさ、楽しいんだけどね。やるまでがあれなんですよね。そう、全部そうじゃない。はい、そうなんですよ。やるまでがめんどくさいんだよね。お風呂と一緒ですよ。わかる。わかります。わかる。お、これで補給面 OK です。じゃあちょっと補給面は後でまとめて見せます。あ、はいはい、じゃあ外の艶出しこのままいきます。はい、なんかバスリンと似てますよ。プルプルする。あ、今思ったんだけどさ、はい、よく話題で
はい、あのお風呂入った時どっから洗うとかあるじゃん。はいはい、ありますね。グローブ磨く時どこから磨く？俺背面の小指側っていうかこのここら辺からなのよいつも。そっちなんですか。うん、僕は中から行きますね。あ、中派？中から行っちゃいます。なるほど。理由はないよね。でも理由はないですね、うん、俺も理由はない。喜んでるよグローブが。でさ、ツヤツヤになってきましたね、うん、やべえすげえよこれ。見違えるほどに。うん、あの乾燥してたこのグローブが一気にしっとりツヤツヤ。いかがでしょうか。完成です。はい、じゃん。おお、どう。いい感じだよね。超綺麗ですね。外はツヤツヤっす。いいでしょう。はい、お前こんな綺麗だったのか。忘れてた。まあ今年初だったんでね、磨くの。お化粧して美しく、うん、いいね、喜んじる。はい、こんなに見違えました。はい、ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が4万5000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたご会いしましょう。